では、はい。ですけれども、はい、今日待ちに待ったカジボディの出版、はい、そうですね。えー、発売日、はい、発売日。ドキドキして本日を迎えております。はい。はい。まあせっかく集まっていただいたので、カジ、はい、ボディについて、えー、いろいろとお話をしていきましょう、はい。よろしくお願いします。はい、まずはあの仕上がったカジボディ、はいえー、見てどんな気持ちでしたか。そうですね。二年半前に、えー、再出発。 したときからの夢であり目標でもあったのでこうやって本を出せたことを本当に嬉しく思っているし今日まで支えてくださったスタッフの皆さんと応援してくださるファンの皆さんに本当に感謝の気持ちででいいっぱいです今回の「家事ボディ」のビューティーフォトブック、はい、まあ見どころ二つ大きくあると思うんですけれども一、はい、つは、関東のグラビアですよね。 は家事ボディということだったのでこう今の私のこう限界ギリギリというかを皆さんにお見せできたら嬉しいなということで、えー、撮影を頑張りました、うん、で中でも「父丼どっていうのがちょっとあるんですけども<父丼> <laughs>、はい、割と初版というか最初の方で撮った大胆なカットでして、まあ、ちょっとこう恥ずかしながら撮ったカットで生まれたのが実は「ち丼で手で」こう 隠せなくてどこで隠そうってこう思った時にこう壁がありましてこう壁に身を委ねたんですよね何もつけてない状態で,、ね、状態で壁に身を委ねてちょっと恥ずかしいどうしようって思ってた時に取れたカットで「乳丼」っていうふうにあの言,ってる言ってるんですけどもあとは尻丼っていうのがあります。 ド丼と乳丼っていうのがありましてそれも結構大胆なあの写真になっててすごく気に入っていますあとは朝日で撮った写真があるんですけれどもすごく幻想的なカットでお気に入りですで撮ってる時にスタッフが後ろにいたんですけども後ろを振り返ったら「 こう景色がもう幻想的で本当に綺麗だったので皆さん泣いてたんですよねで、私もそれを見てちょっともらい泣きしそうになったっていうのもこう結構印象的なところでした、うん、ちょうど本の裏表紙に使用しているかも、はい、かってます、はい、裏表紙に使われていると思うし中にも本当にたくさん入っています。